人とも呼び出しちゃって悪かったわね。ううん、全然平気だよ。それでこれから行くのはどんなクエストなんですか？染色素材を手に入れるクエストよ。それがあれば衣装や装備のカラーバリエーションを増やせるってわけ。なるほど、了解です。どこに行けばいいの？ああ、その辺はちゃんと調べてあるから大丈夫よ。それじゃ早速出発しましょう。はい。その素材ってこのダンジョンのモンスターからドロップするの？クエストのボスモンスターを討伐した報酬ってことは聞いてるわ。ボスさんはいるんですね。そうなんだ。こんな少ない人数で大丈夫かな？なに弱気になってんのよ。私が厳選したメンバーよ。きっとなんとかなるわ。リーズのその自信はどこから来るのかな。でもそういうことなら選ばれし者として頑張らなくちゃね。そうそう、その息よ。そうですね。それにこのメンバーってちょっと懐かしいですよね。懐かしい？そういえばそうね。アインクラッド初期メンバーってやつよね。はい、しかも女の子限定です。確かにリーファちゃんやシノノ、ストレアやフィリアが仲間になったのは76層以降だったし、レインちゃんはそもそも SAO では面識なかったからね。そうね。じゃ初期メンバーらしくベテランの力を見せてやりますか。はい、望むところです。ヒナ、行くよ。やっぱこれで決めるわ。これを使い全力で行くよ。モンスターいないのね。他のモンスターもそこまで苦戦する感じじゃなかったし、私一人でもなんとかなったのかも。リズさん、まだ油断するには早いですよ。でも3人でこうして楽しく攻略できるのってやっぱり嬉しいな。アスナさん、
SAO での攻略はいつも命がけの戦いだったから、常にみんながピリピリして挑んでたでしょ。あの時と比べて今って純粋に冒険を楽しんでるって感じがするもの。そうね、それを思えばこんな風にのんびり探索するのも悪くないかもね。はい。この調子、この調子、これで決めるわ。
いな。行くよフィナ。任せて。これで決めるわ。無理は禁物よ。助かったわ。なかなかの連携だったわ。もう二人とも
からかってるんですよね。やめてくださいよ。しばらく使おうかなって思ってたのに。勘弁してくださいよ。よし、それじゃあ帰ろう。3人とも帰ってきたか。黒雪さん、今回はすまなかった。クエストに付き合えず。そんなこと気にしなくてもいいのに。もしかして待っててくれたの？ああ、こちらの用件が終わったのでせめてと思い、こうして帰りを待っていたのだ。あれ、ちょっとリーズ、厳選されたメンバーとか言ってたくせに、やっぱり人数足りなかったんじゃない？ああバレちゃったか。まあ素材も無事ゲットしたんだし、結果オーライじゃない？何よそれ。な、何やら大変だったようだな。そうでもないですよ。無事に目的の素材はゲットできました。そうだ、今からこの素材試してみるから、黒雪姫も一緒に来ない？おう、そうか、ぜひ同行させてくれ。アスナ、ほらほらやってみて。これをこうすると。キリトさんからです。どう、アスナ、キリト色に染まった感想は？もうリズったら。なるほど、これは確かになかなか面白いカスタマイズ要素だな。ですよね。おしゃれの楽しみがいろいろ増えそうです。しかしこれはデュエルアバターの色も変更可能なのだろうか？ああ、我々の鋼鉄の体の色は自身の心の傷から自動的に決定される。素材の特性すらが自由に変えられるとなると少々違和感が。ものは試しよ。このアイテムあげるから、黒雪姫もちょっと試してみて。いいのか？貴重なアイテムなのだろ。いいのいいの、足りなくなったらまた取りに行けばいいのよ。旧 SAO ガールズも結成したことだしね。今度は黒雪さんも一緒に行こうね。ああ、もちろん同行させてくれ。頼りにしてるわよ。よろしく。あら、かわいい冒険者さん、私のタイプだわ。そんなにびっくりしないで。あなたたちのことはマスターからよく聞くわ。私は攻略ギルドサンタマリアでリーダーやってるマリア。以後よろしくね。お近づきの印に耳寄りな情報を教えてあげる。氷山フィールドの中央に神殿風のダンジョンがあるでしょ。あそこ入り口に幻惑みたいな術がかかってて中に入れないんだけど、黄色いピエロみたいなアバターが出入りしてるっていう噂もあるのよ。幻惑とピエロ
どんなクエストが隠れてるのかしらね。さすがにトップランカーたちはこの状況を楽しんでるな。へえ、そんなにすごいギルドなのか。ええ、ヤッコさんたち店によく集まってるから時々話を聞いてみるといいさ。そうだな。幻惑、黄色いピエロ、これはヤツと見ていいか。だろうな。本物か偽物かはまだ分かんねえけどな。何を言ってるんだ。我ら殉職の七王の一人、木の王イエローレディオというバーストリンカーがいるんだ。さっきの話のやつと性能や容姿が似てるんだよな。あれ、そいつの名前ってブレインバースト側の仲間リストにはなかったよな。あやつは王であるにもかかわらず姑息な手を使う。バーストリンカーの風上にも置けない男だからな。じゃあ本物だろうと偽物だろうと特に会う必要もないってことか。ま、そういうこった。が、どちらにしろ放っておくくらいなら先にぶったたいておいた方がいいかもな。なんでだ。向こうから攻め込まれたら厄介だからだよ。仮にも王の一人だからな。協力なんてこっちから願い下げだし、敵対するにもさっさと退場してもらった方がいい。そんなに厄介なのか。ああ、やつは王の中でも特に策略家で。ニコ、話を割ってすまない。どうしたパド。町の入り口が騒がしい。行ってきても。もちろんそれはいいけど、何があったんだ。見慣れないプレイヤーが町に入ってきたそう。話を聞く限り大柄の青いデュエルアバターらしい。あ、まさかタク。スバルタエリアがこんなに面白いことになっちゃって、うちの旦那ったらフィールドに出たまま帰ってきやしない。まったく、どこをほっつき歩いてるのかしら。誰かいないのか。タクー。え、その姿は豚くん。もしかしてハルかい。もしかしなくてもそうだよ。どうやってその姿に。ウィンドウの下の方に見慣れないアイコンが出てるはずなんだ。この世界でだけ使える仕様みたいだけど。これかい。あ、タクム君、君とも再会できてよかったよ。マスター、よかった。みんな一緒だったんですね。あ、タク大丈夫か。ああ、とりあえず落ち着いた方がいい。ここは騒がしいから場所を変えよう。皆さん、こいつはタクム。デュエルアバター名はシアンパイルって言うんです。どうもよろしくお願いします。それでタクム君、一体何があったんだ。実はベルが、ちいちゃんがイエローレディオに囚われてるんです。んだと。ちょうどヤツの話をしていた。ヤツは氷山のフィールドにあるダンジョンに陣取り、ちいちゃんを拘束しました。それで
僕にマスターたちを呼んでくるよう指示してきたんです。すみません、ちーちゃんの喉元に刃を突きつけられ、僕は奴の言いなりに。いや、君は悪くない。急いで我々を探しに来てくれたのだろ。ウィンドウも世界の状況も把握する余裕すらないほどに。くそったれ。なるほど、さっきの話に繋がるな。イエス、木の王は幻惑の技を使う。例の氷山フィールド中央にある神殿風のダンジョンだね。よし、そのベルという子を助けに行こう。え、仲間なんだろ。キリト、すまないな。ハル、この人たちって。それは行く途中で話すよ。その神殿への道案内を頼む、タク。わかった。メッセージが届。ねえ、キリト君。ん？どうした？黒雪さんや春雪君ってこの時代の21年後の未来からやってきたんだよね。なあ、でもまあ地続きの未来かどうかはわからないけどな。地続きって？あ、要するにこの先に本当に春雪たちが存在する未来があるのかどうかわからないってことだ。パラレル的な未来ってことも考えられるからな。なるほど、それもそうだね。アスナ？でも、あの、もしもさ、春雪くんたちの未来が私たちの今とつながってるなら、その世界で私たちはどうしてるんだろうね。え？そうだな、なんというか、先のことを言うと鬼に笑われるというか。もうキリト君、ごまかさないでよ。私たちの未来を知りたくないの？そんなことはないんだけど、気恥ずかしいというか。だってアスナ、春雪たちに俺たちが将来どうなってるか実際に聞いてみたいってことなんだろ。あ、そこまで考えてなかったけど、そうか、そういうことになっちゃうのか。俺は別にいいぜ。アスナが望んでるなら春雪たちに聞いてみよう。二人の将来を知りたいと思うのは当然のことだからな。どうする？やっぱりダメ。やっぱり晴れ雪たちに先に知られるのは恥ずかしかったか。もちろんそれもあるよ。でも知りたい気持ちはもちろん変わらないけど、やっぱり未来は自分たちの足で歩いて確かめていくもの、それでいいかなって。ああ、そうだな、俺もそれでいいと思う。どんな未来になってるか、どんな未来にしたいのか、
それを思い描きながら一歩ずつ歩いていこうぜ。うん。メッセージが…どう？なんだ、キリトにアスナだったのね。シノノン、どうしたの？いきなり振り向きざまに矢を使えるなよ。びっくりするじゃないか。私はね、誰かに無言で後ろに立たれるのがすごく嫌なの。理由はわかるかしら。前に誰かさんに尻尾を触られてひどい目に遭ったからよ。すみません。でも不思議だよね。え、何が？だって種族ってそれぞれ特徴があるのに、どうしてケットシーだけ明確な弱点みたいなものがあるんだろうね。確かに種族の特徴って耳がいいとか目がいいとか、基本的に長所みたいなのばっかりだからな。考えてみれば本当ね。運営に猫嫌いでもいるのかしら。いや、それだとそもそも猫妖精なんて設定にしないような。まあそもそも尻尾に感覚なんか作ったことが趣味が悪いわ。背中の羽みたいに実際の人間の体にはない部位を設けて、それをゲーム上で生かすのはもちろんすごいけど、尻尾の方は面白半分にも程があるって感じよ。そう考えると羽以外でできる何かしらの技術検証を兼ねてたのかもしれないな。ねえシノノ、私も尻尾触っていい？え？やよ、やに決まってるでしょ。ちょっとくらいいいじゃない。キリト君だけに触らせるなんてずるいでしょ。私は別にキリトに触らせることを許したわけじゃないのよ。そんな固いこと言わずにさ。やめなさい。もうシノノ逃げないでよ。逃げるわよ。キリト、アスナをどうにかして。どうにかしてと言われましても。キリト君、シノノの逃げ道を塞いで。それは後から地獄を見るという以前にハラスメント行動に引っかかりそうなので遠慮しておきます。そうか。じゃあ私一人で頑張るね。頑張るんだ。シノノ、待て！メス。さて、一旦昇級しよう。キリトさん、僕まだまだいけますよ。いや、余裕があるうちに少し休んでおいた方がいい。VRMMO はかなり精神力使うだろ。ゲームは1日1時間は無理だとしても、今後詰めるのは良くないからな。あとはこれまでせわしなく過ごしてきて、お互いのことをゆっくり話すこともできなかったから、このタイミングで改めて自己紹介しておいた方がいいと思ってな。うむ、それは賛成だ。そうだね。じゃあ誰からお願いしようかな。こういうのは言い出しっぺからだろ。あ、そうか。じゃあまずはエールオー組から。俺はキリト、種族はスプリガンだ。一応アタッカーとしては使える方だと思う。よろしく。私はアスナ、ウンディーネだよ。回復や支援系が得意な種族だけど、アタッカーとしても役に立てるはずだよ。じゃあ次は私ね。私はリズベット、レプラコーンよ。得意武器はメイス。当然家事も得意だから、武器や防具で加工強化したいものがあったら言ってね。
私はシリカです。種族はケット氏。テイムモンスターのピナと一緒に連携しながら戦いますよ。同じくケット氏のシノン。弓矢を用いた遠距離攻撃が得意よ。よろしく。私はストレアだよ。こっちのメンバーだと唯一の NPC かな。ノームだから力は強い方かな。同じくノームのエギルだ。ま、見ての通りの前線タイプだが、それ以外にこの店の経営もやってるぜ。じゃあ最後は私だね。私はリーファ。種族はシルフ。飛行アクションと飛ぶ速さには自信があるよ。では次はこちらの番だな。ああ、黒雪姫、その前に質問いいか。構わん。なんだ。バーストリンカーのみんなはダミーアバターに切り替えができるけど、それってこの ALO 限定なのか。いや、そういうわけではない。切り替えの仕様は異なるが、フレインバーストにもデュエルアバターの他に感染用アバターというものがある。なるほどな。まあそっちの姿の方が俺たちにとってはありがたいけどな。そうだね。表情が見えた方が話しやすいもんね。では、私は黒雪姫。デュエルアバターの時はブラックロータスと呼んでくれ。ブレインバーストではネガネビラスというレギオンのマスターであり、黒の王と呼ばれている。デュエルアバターの見た目通り切断系の攻撃が得意だ。私もネガネビラスの一員です。フーコ、もしくはスカイレイカーと呼んでくださいね。もともと宇宙専用のアバターだったから飛行は可能よ。妖精さんたちの手助けができると思うわ。同じくネガネビラスの一員なのです。舞台またはアーダーメイデンと呼んでほしいのです。使用機器は炎をまとった弓。シノンさんと同じく狙撃が得意なのです。僕もネガビュの一員です。ハルユキかシルバークローって呼んでください。ブレインバーストだと他にはいない飛行アビリティ持ちです。妖精の皆さんとも互角に戦えると思います。んじゃ次は私らの番だな。私はニコ、もしくはスカーレットレインと呼んでくれ。プロミネンスのレギオンマスター、通称赤の王だ。火力には自信があるぜ。雑魚の一掃なら私に任せな。私はブラッドレパード。呼ぶならブラッドではなくレパードで、略すならレパではなくパドで。噛みつき、引っかき、何でもやる。あとスピードには自信がある。それとすみません、メタトロンがいるんですけど。おーい、メタトロン。あれ、出てこないですね。メタトロンは NPC なんだよな。ああ、もともとは敵だったが今はネガビの一員だ。ツンツンしてますけどいいやつなんで、仲良くしてやってください。ああ、もちろんだ。